Lady Kula Lady Kula リアルにつながろう Lady Kula。 みゆきと村沢の月曜から乾杯。皆さんこんばんは、杉浦みゆきです。こんばんは、村沢でございます。あたふたしたところから始まりました。本日の収録、今日はね、手作り感満載でね、半端ないです。そうなんですよ、これいつもと、そうそう、音だけ聞いてる方はね、いつもと変わりない感じなんですけど、そうですね、画像を見てくださってるその YouTube をね、いつも見てくださってる方は、あれなんかちょっとアングル的なものとかそうですね、いろいろちょっと変わったんじゃねえかみたいな。そうこれね、実は今日スタッフさんがですね、ちょっとまあハプニングありまして、入りが遅れておりまして、そうですね、いつも動画をセッティングしていただいてるんですけど、はい、これ僕らがですね、自前で今やってるんですよ。そうなんです、まあ、自前で僕 の、 スマホは使ってないんですけどね、ポンコツなんでねきっと画質が悪いと思うよね。そうそう、みゆき所とディレクターさんのね、はい、今スマホ2台使って動画をちゃんと撮れてますよね。撮れてますよ。ですよね、うん、はい、で、やってる次第でございますけど、はい、10月30日ということで、そう、明日はハロウィンだね。そうなんですよ、うん、もう10月最終ってことでね。そうだね、あっという間でございますよ。今年知ってる、渋谷に、お、渋谷はハロウィン会場ではありませんってでっかく書いてあるの。おー、そうなんだ、うん、やっぱりだって市長さんだか区長さんも、いや渋谷にはもう来ないでくださいって、はっきり、言ってたよね、言ってたよね、言ってた。あんなこと言っちゃって地元の商店街とか、大丈夫なのかなって思うけど、まあでも混雑とか、でもほら今外人さんもいっぱいいらっしゃるじゃん、すごい来るみたいね。でしょ、で、マナー問題とかもあるし、ゴミとかも多分すごいし、そう、めちゃくちゃになるからね、になって、で、何が問題ってこの間テレビでも言ってましたけど、お酒飲んでの揉め事が大変なことになるんだって、はいはいはい、収集がつかないんだ。そう、あ、ウェーってなる人がいるじゃないですか。なるなるなる、うん、あれは何なんだろうね、お酒飲んでウェーってなっちゃう感じがさ、飲まれちゃうんでしょうね、お酒に。あ、そうか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 、ついなんかこう同行しちゃって、そうそう、自分のなんか制御が効かないとこまで飲んじゃって、でさ、ごめんね、飲んでさ、なんか一人が片方のグループが飲んでて、片方がそんなに飲んでなければ、揉め事にはならないんだけど、同じ勢いで飲んでるグループが2つぶつかると、これややこしいでしょ。いや、すごいややこしいと思う。そうでしょ。でね、そもそもなんですけど、私の思う、飲んでる時の三原則があるんですよ。お、飲んでる三原則出ましたよ、これは、はい、守れば、まず平和に飲みの場が終わるんです、ああ、そうなの、三原則。そうです。おお、じゃあ教えてください、三原則。まず寝ない。まず一つ寝ない。はい、はい、絡まない。寝ない、絡まない、吐かない、吐かない、はい。おー、このね、当たり前の3つを守ることによって、 お店側も気分悪くならないし、一緒に飲んでる例えば私たちも気分悪くならない、楽しくお酒が飲んでバイバイができる三原則なんです。うーん、そうかそうかそうか、寝ない、吐かない、絡まない、絡まない、でもこの3つを守るためには、やっぱりなんか基本的にはそのお酒に飲まれないことが大事ってことだよね。そうですね。そのある程度自分 の、 その分量とか、いろんなことをわきまえて、そうそう、制御して飲みなさいと、で寝るのは、まあ、ワンチャンいいと思うんですよ、まあね、ただね、起きない人いるでしょ、なんか本当にこうどんだけよっていうぐらい、ぶったたいても水かけても起きない人いるよね、蹴っ飛ばしても起きない人いる。お、深いよね、深い眠りが。だそうなっちゃうと迷惑だから、まあそこまでじゃない、よくこうやって座って寝てる人いるじゃん、うとうとしちゃう人でしょちょっとこう揺れちゃう感じ、横落ちないなみたいな。おお、そうそうそう。でも大体そういう人ってこうやると、ああごめんごめんみたいなね、するぐらいだったら可愛いもんですけどね。あれでも本当にお酒飲んでるとなんかこうな癖が出るというかさ、本性が出るというか、なんかやっぱりさ、絡む人とかさ、説教する人とかって毎回絡むし、毎回説教するし、
同じようなそのなんて方向に行くんだよね。そうね、そうだからそれが、まあいろいろ意見あると思いますけど、私は、お酒飲んだ時が、本質的な部分が出てると思うんですよ。本性というか、に近い部分が、普段、だから、おとなしいというか、あんまりこう自分を表に出さない人が、飲んだ時にうえーっていうなんか、メーター振り切っちゃってるみたいな、風になってしまい、なんか大騒ぎになったりとかするんじゃないかな、失敗することは多いよね、そういう人は。でも確かにさ、昔からよく言われるのがさ、飲まなければいい人なのにそうっていう言葉聞くじゃない、聞く。だけど飲んでる時点で、アウトだよね。いやアウトだと思うんだよね、だいたいそういうこと言われる人っていうのは、基本アウトなんだけれどもっていうところだよね、そう前提がね。そうだよね。それと似た言葉でさ、あの人悪い人じゃないんだけどっていうのあるじゃんあるね、それって悪いんだよ、そう褒め言葉じゃないからね、そう、イコールもちろんみんな、あのどこかしら自分より優れていた、いるものを持っていて、いい部分ももちろん持っているんですけども、でもみんな持ってんじゃん、いいとこ悪いとこなんて。それはもちろんそうだよね。がしかし、その悪い人じゃないんだけどねって言うってことは悪いとこは勝っちゃってるんだよね、目に見えちゃってるんだよね。そう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 、褒めるとこがないから仕方なくそういう言い方をしてるだけで、そういうことだと思うんですけど、皆さんどのように思いますか。いやいや本当そうですよね、そういう表現するときあるよね、ある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 。っていうことは後々嫌いになるパターンも多いってことじゃないですか悪い人じゃないけどっていうこと。だからさ、これちょっと語弊があると恐縮なんですけど、まあ一般論として言わせていただくと、あの子痩せてれば可愛いのになっていうさ表現をする、やっぱりする人される人いるじゃない、いる。でも、あの人痩せてれば可愛いんだけどねって言われるってことは、今太ってんだよ、今太ってんだよ、間違いない、そうだから今はちょっと前言ったら可愛くないってことですか、言うね今日は。そういうことだよね、そういうことですよ。いやだってね、そういうことですよね、それを言いたかったです、でそのなんだろうな、オブラートに包んでるというか、日本語って難しいから、いろんな取り方になりますけど、でもそう言われないように気をつけなきゃって思いますよね。いや本当、何々だったらとかさ、そう、何々だればとかさ、たらればじゃんそれ。そうそういうことそういうこと、よろしくないからたらればになるわけじゃん。そういうことですそういうことです。だからね、まあちょっと話はそれましたけど、そうでございます、ね、これからその、明日、ハロウィン、ね、でも私たちの年代ってあんまりハロウィンパーティーってやらないと思うんですけど、全くだってハロウィンがいつだっていうのを割と最近知ったからね俺なんか。そうだよね、だって打ち合わせしたらまるちゃんが、今日ハロウィンって言ってましたもんね明日です、そう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 。だからね、日程がちょっとよく分かんないけど、そうですね。でそのハロウィンっていうのもなんか渋谷に集まるようになって、ニュースになってから、気がつくようになったし、でアメリカとかあっちヨーロッパの方では、なんか普通にクリスマスみたいにお祝いするんでしょ。でおやつもらって歩いたりするじゃない、みんな仮装してちびっ子たちが。そうだよね、だからなんでかぼちゃなのかとかさ、そういうこともなんか正直よく分かってないもの、私も。そうでしょ、だからやっぱりうちらの世代っていうのは、やっぱハロウィンじゃないです、クリスマスなんですよ。もちろん結局そうですね、子供の頃にハロウィンって騒がれてないですからね。全然だよ。そうだよね、いくつぐらいの方からちびっ子の頃からハロウィンがあったんだろう。あそうだよね、それはちょっと聞いてみたいよね。そうですね、もしリスナーの方で、私はちっちゃい頃からハロウィンありましたっていうのがあったら、年齢を書いていただけたらと思いますね。そうですよね、全然気がついたら私たちは大人になってハロウィンを見つけたんだもんね。そういうことそういうこと。だからなんかお菓子メーカーとかさ、結局なんか世の中がなんかちょっとそうやってグルになってさ、ちょっと物買わせようみたいな、それを言っちゃおしまいよ。ちょっとそういうなんか匂いはするぞ。でもまあまあアメリカとかから来たんじゃないですか。 もちろん そうだろうね、向こうとかハリウッドの映画なんか見てると、やっぱハロウィンっていうとものすごい盛り上がってるもん。なんか街を上げて、そうだよね、商店街でブワー人形を出してさ、出汁みたいなのが出てさ、お菓子もらってみたいなのやってるじゃない。やってる、ね、だから私なんかは、ハロウィン自体は別に何もしないですけど、ハロウィンが終わると、イコール11月じゃないですか。そうするとカレンダーがめくれて、ああ今年ももうカレンダー2枚かっていう気持ちになるんですよ。ちょっとなんかもうそんな季節？そんな季節よ。
そっか、カレンダー2枚か。2枚ですよ。もう次は1枚しかないっていう状況の中で、今年も間もなくだなっていう感じじゃないですか。そうかそうか、ここへ来るとやっぱりそうカウントダウンっていうか、うんうん、そんな気持ちになるんだね。そうですね。だからテレビの CM なんかもそうだもんね。クリスマスのなんかこうケーキの CM が始まったり、おせち、うん、だったりとか。でさ、イルミネーションも早いとこは11月の前半からもうあちこちやってるところもあるし。あ、イルミネーションね。そうです。イルミネーションとか好きなんじゃないの？うん、大好きですよ。そうでしょ、うん、花火と祭りとイルミネーションが好きなんだよね。なんかさっきもさ、打ち合わせしてて祭りすごい好きみたいな話になって。大好きです。だから意外にちょっと下町っ子っぽいよね、うん、そうです。祭り好きで花火好きで。そうです、そうです。で、家事も好きなんでしょ。家事は好きじゃないわ。そっかそっかそっか。全然好きじゃない。そっか。そう、だからイルミネーションとか見に行ったりとかやっぱするんだ。もちろんしますよ。しますします。俺らの時代にイルミネーションといえば、うん、やっぱりどこ。ちなみにイルミネーションどこかな。うちらの世代は表参道かな。あ、そうそうですよ、表参道ですよね、やっぱり。なんでそんな嬉しそうなの。いやいや、なんかあの意見があったからさ。だいたいほら、そうって言われることが多いから。そうだね、イルミネーションといえば表参道でしょ、うんうん、今はなんかさ、うん、最近ちょっと行ったら、うん、昔の面影とかも全然なくなっちゃって、なんか一時やめちゃったもんね。そう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 、うん、コロナでやめちゃって、うん、でなんかこう綺麗なビルとかブランドショップが今すごいのよ、うんうん、あの表参道からあの青山通りに抜けるまでの道が、うんうん、存じております。そうでしょ、はい、昔はなんかあそこはさ、うん、キティランドっていうなんかさ、キディランドだよ。あ、キディランドか。あ、キディランドって言った。キティランドじゃない、キディランド。キディランドね、うん、よく行ってた私よく。あそこに そうでしょ、クッキーとか作るの好きだった時代に あそこにあの型とか、うん、あのクッキー焼きセットをいっぱい買いにあそこ行ってた。型とか、そういうものが売ってるお店なの。いやいやいや、他にぬいぐるみとか、うん、あのいろんなおもちゃとか、うん、いろんなもの売ってますよ。総合雑貨店みたいな感じなんだ、うん、そうだね。おー、なんであの女の子たちがよく行くのかがちょっとよく分かんなかった。すんごい流行ってた、私たちの時。そうだよね、うん、キディランド行くってよくみんな言ってたさ。キティランド どっち。キディ、ね、キディキディランドでしょ。キディか、K-I-D-D-Y だからキディだ。そう、キディか。俺だからさ、うん、キティランドだから、あのキティって猫いるじゃない、うん、あれのショップかと思ってた勝手に。あら、そう違うんだね。あれだってスヌーピーとか売ってた気がする。そうだよね、だからキティちゃんはサンリオだもんね、うん、確か、うん、サンリオっていうのもちょっと話それるけど。そうね、サンリオって昔すごい流行ってなかった。流行った。キキララとか流行ったでしょ。ポムポムプリンとか。ポムポムプリン、うん、すごいキャリーパミパミみたいな感じですけど、ポムポムプリンっていうキャラクターいたもん。ポムポムプリンが好きで私。本当今聞いてる人で、あー、あったあったって言ってる人がいるわけね、うんうん、じゃあ。 そう、あれは何かな、犬かな。あ、そういう何、動物のキャラなんだ。うん、知らない。ポムポムプリン、なんつった今。ポムポムプリンでしょ、正解。お、俺はさ、うん、あのキキララっていうさ、うん、その天使の男の子と女の子でしょ、うんうん、あのキキララのロケットペンダント、うん、こうやってパカッてやると中に写真が入るやつ、うんうんうん、あれをね中学の時になんか彼女からもらって、うん、しかも中になんか写真入れてもらったりなんかしてさ甘いみたいな。流行ったね、パイロット。時代パイロット、ロケット、パイロットじゃない、ロケットでしょ。ロケットパイロットじゃない。それ運転する人だから。あ、熱い暑い。暑いね。いや、すごいね。そうそう、杉浦さんのそのなんかボケっぷりも。パイロット、ね、パイロットじゃない。でもまあまあ、あながち間違ってないですよ。いや、間違えてるよ。ロケット運転する人パイロットだから。ちょっとさっき、これちょっとかなり今年一番じゃないですか。今最高に面白かったですね。失礼しました。杉浦さんはね、本当面白いです。やっちまっただった話だね。うん、ちょっと出ましたね。出ましたね、はい、そう、流行りました。流行ったでしょ、ロケットね。そうだよね。で、好きな人の写真入れんでしょ。そうそうそう。それがキキララだったの。俺はだからもらったのがキキララで。そうそんなあったんだ。うん、あった。それパカッて開けると中にその彼女の写真が入ってて、うん、じゃあ自分の写真入れて相手に渡すってこと。だから向こうはそうしたんだよね。彼女が俺にくれたわけだから。
あのさ、うん、1週だか2週だか分かんないけどさ、世の中回ってさ、うん、一時期からさ、うんうんうん、今の、あの若い世代の子たちもさ、うんうん、昭和に注目するようになってるじゃん、うん、そうそう、アナログレコードとかね、うん、カセットとかチェキとかさ、うんうん、そうらしいね。でもそういうロケットって復活してないのかな、うん、ちょっと今パイロットって言うと思ってた、まだなんじゃない、もう少しなんじゃない、そっかな、うん、見ないもんね、まだ見ないですね。ねえ、俺らなんかロケットがかっこいいなって思ってたのは、うん、黒人の男の子が首にすごいでかいロケットパカッて開けて、うん、ここにお母さんの写真が貼って、あーかっこいい、でそれを見ながらちょっと空をこうなんか仰いで、うんうん、マンって言いながら泣くみたいな、ママのことを思って、うんうん、故郷にいるママのことを思ってマームって言いながら泣くみたいな。なんか泣けないそれ。それ、うん、うん。俺が言うとね、なんか、そうだね。そう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 。でもまあなんかそういう昭和がまたなんか一周回ってきて、うん、ちょっとうちらの世代になってきたっていうのは、そうですね。またちょっとそれは嬉しいことですね。嬉しいですね。うん。で逆にそこの今のテイストが混じって私たちが知らないこともあったりするから、うん、たまには若者と話をしてみたいですね。そういうことですよ、うん、それすごい大事。そうですよね、うん、おいっ子めいっ子とかと喋ってても、うん、まあ、30代と20代後半ですけど、うんうん、何それっていうことが結構発見があったりするので、おー、そっかそっかそっか、そう、そういうところから、ああなるほどっていうことがいっぱいあるんで、ね、そうだよね、うん、少なくともこのスタジオはほらスタッフ込みで平均年齢がこうぐっと高いもんですから、そうですね、なかなかそういう若い意見聞けないので、そうですよね、もしよかったらまたそういう話をリサーチして、そうですね、番組でいろいろまた教えてください。 OK です、わかりました、お待ちしております。はい、ブラサーはやっちまったな。なんだそれ。なんだそのなんかスンタラゾみたいな効果音。そう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 、あのね。何やっちまった。ブラサーはやっちまったということで、うん、本邦初でございます。あの、はい、前回というかあの前にもですね、うん、一度あったんですけど、その携帯電話のスマホ。そうでございます。はい、スマホを、うん、中のデータを全部初期化しなきゃいけない羽目になったと。なんで？それなぜかっていうと、まあ、一番最初にそのなんか毎日毎日スマホに対して何かをアップロードしてくださいみたいな、なんか要するに、バージョンアップしてくださいみたいな感じの、まあ、設定というか案内が来てたから、うんうんうん、じゃあしょうがないからアップロードするかって言ってアップロードのボタンを設定を押しましたと、うん、そしたらなんかリンゴのマークが真ん中に出てきて、うん、下にボリュームみたいなのが出てきて、うん、そこで、携帯がまあ止まってしまう、いわゆる世間でいうとこのアップルフリーズって呼ばれてんだって、それ、うん、リンゴのマークが出てきて、うん、携帯がもうどうにもならなくなる状態、うんうんうん、でもそういう風になると、うん、一回初期化をしないと、うん、もうどこのボタンを押しても、うん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 、いうことを聞かなくなるわけですね、うんうん、でまあやむを得ず、うん、まあ、今回も、うん、スマートフォンを初期化しましたと、うん、自分の家のパソコンにつないでね、うん、で初期化をしたのはいいんだけど、うん、初期化をすると最初から設定のし直しになるわけじゃない、うん、でその時に Apple ID という番号を入れるわけだ、うんうん、Apple ID とパスワードっていうのを2つ入れるわけね、うん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 、でそれがさ、うん、何回やってもほら記憶に薄いじゃないか、うん、そうだね、そうでしょ、うん、でよく考えたら俺なんかプリンターのパカッて開ける裏の端っこの方に書いてあったんだけど、うん、それを全然思い出さないで、うん、こうあれだったかなこれだったかなって言って多分、まあ、7、8回か5、6回間違えたんだろうね、うん、6かかった、そうです、あ結局その電話を触ってるのがこの持ち主じゃないっていう風に、うん、そうなんだよね、そのセキュリティ的な、思われちゃ、そうそう、うんうん、思われちゃった、でもアップルに相談に行くじゃないですか、うん、こうなっちゃいましたみたいな、はい、あーそうですかみたいな、で、うん、じゃあ一緒に頑張って、うん、それ解除していきましょうみたいな、すごい優しいお姉さん、優しいんですよ、そうなんだよ ね、うん、それで、まあ、こうやって自分パソコンございますかみたいな、うん、あじゃあパソコンでこれ押してこれこのサイト行って、うん、こうじゃあなんとかなんとか入れてくださいっつって、まあ、言われた通りにやったわけよ、うん、でなんかパスワードを、うん、ここにメールしますっていう、うん、あれが出てきたわけ、なんか案内が、このパスワードをだから入れてくださいって、うんうんうん、でメールで送りますみたいな、はい、でそのメールの送り先が俺のスマホなわけね、うん、
いやいや、え、なんで、お姉さんごめんなさい、スマホこれダメです、今今フリーズしてるんで、これ今セキュリティかかってるから動かないです。あーでしたね、じゃあ、 あの電話ショートメールで行きますんで、じゃ電話番号いいですか、ね、いやいや電話今ダメですよ、止まってますみたいな、え、あーみたいな、ね、メールアドレスをさ、うん、同じメールアドレスをパソコン、 Gmail でも何でもいいんですけど、パソコンからも見えるようにしておくと便利なのに、そう、そういうふうに言われた結局ね、だからその本体のスマホが固まると、うん、もう手も足も出ないことになっちゃう、うん、そうだね、それで、うん、いやどうしようかなって、で、ま、じゃあこれどうなりますってお姉さんに聞いたら、うん、いやこうなっちゃうとですね、うん、村沢さん、販売店の方に行っていただいて、うん、販売証明を発行していただきますと、だから 要するにその俺がそこの携帯電話をそこのお店で買いましたっていう証明がいるんだって、うん、だって何年前よ、いやもう8年とかだよね、7年とかで、下手したらだからもうお店潰れちゃってるよね、もう携帯ショップが、うん、でまあそれをもらって、うん、要はそれをアップルの方に、しかもそれをだから郵便で送るんじゃなくて、それをなんか写真撮って、要は、なんかメール添付して、うん、で向こうに送って、うんうん、そうするとなんかそこの AI がそれをなんか吸収して、うん、あ、これは村沢さん本人の電話なんだっていうことを、うん、なんか判断してくれると解除してくれるみたいな話になったのよ、うん、そんな大事件だったんだ、すげえ大事件です、だからはー本当に気をつけて、 Apple ID とパスワード、まあそのおいらが言うまでもなく、で何回もさ、普通の人は何回も間違えないんだって、うん、うん、で何回か間違えた時になんかどっかメモなかったかなとか慎重になるとか、うんうんうん、でオイラは勝手に何回も間違えても、うん、まあ、1時間ぐらいしたら、うん、まあ、きっと1回止まってね、うん、ちょっと今ロックかかりましたって言っても1時間ぐらい経ったら、うん、また解除してくれるのかなと思ってたら、うん、こんな優しくないよ、全然優しくない、うんうん、あの私がよく、はい、ドコモの、うん、マイドコモかなんかを開くのに、うん、あれも ID だったかな、うん、かなんかとパスワードで、うんうん、それをちょいちょい大文字と小文字間違えると、うん、うっかりするとロックかかるんですよ、そうなんだ、大文字と小文字でもダメなんだよな、ダメダメダメだそれって思うよね、いやいや、でも、うん、セキュリティ上だから大文字小文字を入れろって言ってるわけだから、うん、言ってんだよね、それは間違える方が悪いんだけど、 うっかりしてるとあれどこの文字だっけなみたいなってなった時に、そう、昔はドコモに行かないとロック解除ができなかったんですよ、ああそうなんだ、 iPhone、 はい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 、なんだけど、うん、今は、うん、なんだ、そういうページにセンターみたいなとこあるわけ、そういうあのサイトみたいなとこがあるわけね、 そこへ行けばいいで、ロックかかった人っていうところに、はいはい、マイドコモでやると、うん、そうするとなんか質問されて、うん、こいつが勝手に、あ、要するに持ち主だと、そう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 、あ、そのみゆきしかわからない質問みたいな、うん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 、何が何入れんだっけな、最近かかってないですけどロックが、まあ一時よくかかってて、うんうんうん、でパスワードとか、うん、で結構いろんなの入れたりするじゃん、おー、いるいる、例えば銀行のアプリにしても他のアプリにしても、はいはいはい、そう、なんかちょいちょい書いてると分かんなくなるじゃん、全く分かんなくなる、だけどだからって全部一緒にしちゃうと、うん、セキュリティ上よろしくないなと思うから、そういうこと、だから私は念のために全部紙に書いてあります、そう、あのね、それがやっぱり最高にいいですねあのね、そこに最近気がついて、僕もね、一覧表にしました、ここに、うん、ここにほら、そうそう、全部もう Google からもう Apple から Amazon からもう楽天から全部、そう、逆に言うとね、うん、これ持ってかれたらこう僕は破綻しますみたいな話なんですけど、うんうんうん、でもまあこれに全部一覧表書いた、そう、今だから便利なアプリもあるんですよ、そういうものは全部入力できる、あ、そうなの、あるんですけど、うん、ただそのまあ今ハッキングもそうだけど、うんうん、そういうふうにまるちゃんみたいに開けなくなった時のことを考えると、うん、やっぱり紙に書いておくっていうのは、いや、そう、またはパソコンに打ち込んどく、そうっていうのは念のためやっといた方がいいですよね、うん、そうだよね、うん、ほんとスマホ使えなくなったらもうどうにもならない、お手上げ、そうだよね、うん、今もうだって連絡は取れないしさ、そうですね、もう要は買い物もできなくなっちゃうし、そうそう、クレジットカードとかに紐づいたりすると余計にね、うん、困っちゃうじゃない、そうですね、でまして、うん、繋がんないと何かあったのかなって思われちゃったりもするから、そうなんですよね、
まだパソコンがあったから、そうそう、まるちゃんが生きてることは確認はできましたけど、そうそうそう、おかげさまでね。そうですね、そうなんですよ。だから今回学習したことはですね、はい、ミキジョがおっしゃるみたいに、うん、やっぱパスワードは念のためにどこかにこう分かるように、うん、そうですね、まあ、しまっておくということと、はい、うん、まあ、とにかくその間違えたからって言ってね、うん、何回も何回も許してくれるような、うん、こう甘い機会じゃないぞということをですね、うん、非常にこう反省したと、そうですね、いう次第でございました。はい、皆様もくれぐれもご注意ください。お願いします。はい、はい、さあそんなわけで、はい、はい、10月ももう終わりなんですけれども、うん、今月ですね、はい、私、12日に山下達郎氏のコンサートに行ってまいりまして、おお、大好きな、そうなんですよ、うん、ね、渋谷やらなんやらあっちこっち中野サンプラザとかいろんなとこにはがき、はがきじゃないよ、そのメールで申し込んだんですけど、うん、全然当たんなくて、あ、唯一当たったのはですね、うん、宇都宮だったんですなかなか遠いだろ本当、でもおかげさまで、うん、宇都宮の、うん、ホールの、あ、餃子じゃないね、うん、餃子も食べたけど、うんうん、ホールの前から5列目、うん、すごい、左から27番目、いや、それちょっと位置分かんないけど、ステージのど真ん中です、つまり、はい、達郎さんの正面5番目ですよ。だからもう今回初めてその歌ってる表情から何から全部見えて、演奏者の手元も全部見えて、非常に感激しましたね。宇都宮まで行った甲斐がありました、ね、あ、行きました、行った甲斐がありましたね、はい、意外とでも海行くのと変わんないぐらいで車でピョって行けちゃったんで、うん、はい、おかげさまで楽しんでまいりましたけれども、そうか、素敵な記念の月ですね、はい、そうでございます。10月どうでした、みゆき城は。もう今月今日で終わりですけど、私はですね、うん、お祭り行きまして、うん、お祭り ね、さっきの話ね、はいはい、川越祭りって皆さんご存知ですか。川越は分かります。川越の大きいお祭りがあるんですよ。あ、そうなんだ。川越と本川越の駅が近くにあるんですけど、その間 と、うん、商店街というのかな、うん、そっちの方全部ブワーっと敵屋さんが出たりとかして、うん、ほうほうほう、もうビール買って食べながら飲んで歩いて、うんうん、でちびっこもいるので、ちょっと一箇所で食べたらまた動いて、ビールなくなるとまた買ってとかって、輪投げやったり、お、足つぼやったり、お、足つぼ、あの石の上歩くの。ああ、そうなんだ、結構痛いんだよね、うん、あれもう死ぬほど痛かった超痛くて、でもみんなでケッケ言いながらやって、うんうんうん、でお祭り行ったでしょ、うん、あとね、三峯神社に行ったんですよ、初めて。三峯神社ってのはどこの神社。秩父。あ、埼玉、うん、埼玉、あー、秩父、うん、へー、初めて行ったんですけど、おうおう、テレビでしか見たことがなくて、おうおう、で結構大きな有名な神社じゃないですか、三峯神社って。で何を感じたかというと、うん、まあ、神社行くとそれぞれのなんか気を感じるんですけど、おうおうおう、いい意味で三峯神社は、うん、いい意味で、うん、すごくこう無になれる神社でした。無になれる。無になれる。無になれるっていうことはイコールリセットできるわけですよ。そこそこそこ。雑念を全部一回こう取り払って、うん、フラットにリセットしてくれるみたいな感じなの。そう。心の中がいい意味で無になれる。もう目にするもの、聞くものが全てっていうぐらい無になれるような神社でした。そういう感覚があったんだ。うん。へー。そうなんですよ。だから。あの、もし、うん、きっかけというかね、うん、もしそっちの方に行く機会があったら、うん、ぜひ皆さんにも行っていただきたいなと思うおすすめ神社だったんですけども、うん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 、あとはもう、うん、ずっと今月は空の手術の後の看病で時間が結構過ぎていきましたね。そういえば大丈夫だったの？そのなんか脱臼がね、激しくて手術したとかなんとかって言ってたけど、少しはこれがオンエアされる頃には、うん、ギブスも取れてるかなっていうところですね。普段やっぱりこうつけ慣れてないから嫌だろうね、本人もね、うん、なんか鬱陶しいっていうか。でもまあ、うん、動物の強さですね、うん、それでも日も木も言わないで、うん、まあ約3週間ギブスつけて耐え抜いたので、おう、この後きっちりまた外れないように、うん、あの見守って、うん、しっかりやっていきたいと思います、ね、ああ、そっか、はい、うん、まあ口が聞けないからね。そうなんですよ、いろいろとこう、ね、気遣ってあげないとだからね。そうなんです、そうなんです、あ、痛みが取れるといいですね。そうですね、ありがとうございます。はい、大事にしてあげてください。ありがとうございます、はい、ということで皆さん、今夜ももうあっという間の30分でした。はいはい、それでは今日もお疲れちゃん。
ありがとうございます。はい。無事。かなり。終わったよ。終わりました。